こんにちは、皆さん。エイトです。今日はですね、なんていうか、モチベーションが上がらないっていう日ですね、今日は。まあ、モチベーションが上がらない日って普通にあるんですよ。僕だって。基本的には、なんか、やっぱ、あんまりこう、モチベーションに左右されないのかな。何がモチベーションなのかなって思う方もいらっしゃると思うんですけど、まあ、基本的に僕はモチベーションに左右されないタイプなんですけど、その日によりけり、なんか稀にこう、モチベーションが落ちる日があって、まあこれなんでかって言いますと、僕、コロナやったんです。はい。まあ、ようやくね、自宅療養が終わって、これからようやくね、トレーニングができるっていう感じなんですけど、まあコロナだと、トレーニングがもう全然できないんですよね。もうそもそも外にも出れないし、熱も39度5分ぐらいまで上がってたので、なので、まあ、トレーニングはできないと。で、動くのもやっとだったんですよね。で、ご飯も普段のようなタンパク質を意識したご飯とか全然取れなくて、何ができたかっていうと、ウイダを飲むぐらいしかできなかったんですよ。僕、ウイダ30個ぐらい買って、それで過ごしてました。しかも1日ウイダ2、3本とかだったんですよ。なので、なんかもう、体ももう筋肉めちゃくちゃ落ちちゃって、トレーニングはできないわ、栄養は取れてないわ、ってなるとやっぱ筋肉落ちちゃうんですよ。まあ、お風呂に入るときだったりとか、そういうときにはまあ、鏡があるんで、まあ、鏡でまあ、いつものごとく自分の体をチェックするわけですよ。毎日ね、どんどん悪くなっていくのがわかるんですよ。そうすると、トレーニング行こうってならないんですよね。今がちょうどそれで、なんかねっていう感じなんですよ。で、インスタでは明るくね、振る舞ったりとかしてましたけど、まあ意外とこうね、やっぱ自分にとって自分の体がモチベーションだったみたいなところもあるんで、まあでもこんな時どう乗り越えてるかじゃないかなって僕も思いますし、皆さんがこうモチベーション下がってる時、こういう時にどう乗り越えれるかじゃないかなって思います。なので、僕はもともとコロナだっていうことは言う予定はなかったんですよ。けどまあ、こうやって言って、コロナだけど、まあ言うことによって僕は自分自身を奮い立たせるスタイルなので、まあ大会の時もそうですけど、まあ、勝てるかどうかわからないけど、勝って優勝してプロになりますと、自分から言うことで自分にプレッシャーを与えてね、どんどん自分をこう、奮い立たせてきたタイプなので、今回もこうやってコロナっていうのを報告させていただきました。で、まあ実際に、まあ、どんな体なのかっていうのをちょっとお見せしていこうかなと思います。いや、もう本当にね、自分で見るのも嫌なんですよ。よいしょ。ここがいつもの洗面台ですね。まあこんな感じなんですけど、まあこんな感じなんですよ。で、まあなんか多分トレーニング始めたての方からしたら、あ、いいじゃん、ちょうどいいじゃんって思うかもしれないですけど、やっぱこう今までの自分を見てるんで、なんかなーって 正直、めちゃくちゃ筋量は落ちてます。はあ、一刻も早く起業。という感じなんですけど、はーい。なので、まあ自分自身であまりモチベーションが上がっていないんです。だけど、まあここからどうやって再スタートして自分をまた新たに作り上げていくか、ここからがまたエイトの力の見せ所じゃないかなと思います。やっぱ僕が頑張ってる姿だったりとかでモチベーションをいただいてる方っていうのは少なからずとも何名かはいらっしゃると思いますので、ここからまたエイト頑張っていきたいと思います。ということでね、ここ最近っていうか、まあ今日ぐらいからようやく食事がちゃんと取れるようになってきたんで、ここから頑張っていきたいと思います。
また大会に出て勝てる体を作りつつ自分の理想の体型を作ります。見ててください。頑張ります。そして今ね、モチベーション下がってて、なんかこうやる気出ないなとか、トレーニングしてるけど効果出てない、私ってこのままでいいのかなって思ってる方、一緒に頑張りましょう。みんなスタートラインは一緒です。ここからです。僕たちの変化はここからです。頑張りましょう。それでは皆さん、ありがとうございました。うわマジ頑張る、マジやってやる。いや、ここまでね、モチベーションが落ちたのは久しぶりです。なのでこっから頑張る、マジ頑張る、マジでやる、ぶちかまします。それでは皆さん、また会いましょう。